べてからですね。ごめんねよな、アンパンマンの髪が。やばいわ、時間ないよ。何乳首乳首でかいですね。彼氏がどうすんねん、乳首でかいでも私は乳首なんかちょっとでかいって言われるの、私初めて言われる。乳首でかい女から。私住宅メーカーの営業をしてたんですけど、あ、同じこと言ってたなって思ったんです。確かに安くてかっこいいお家って魅力的じゃないですか。でもその安いお家っていうのは理由があるんですよ。例えばその何が原因でじゃあ安くなってるんだろうなって思ったら、その壁の中に入っている断熱材だったりとか、家のその気密度っていうのがあんまりしっかりこう気密されてないような家だったりするんですよ。そういうのが理由で安くなっている。絶対安いっていうことには理由があるから。みんなもこういう経験があるかと思うんだけど、クーラーつけて効かないから低い温度にするじゃん、18度とかにして。そしたら急に寒くなってきて消すと、で消したらすぐ熱くなってまたつけるみたいな経験ありませんか？これって家の気密度と断熱性が関係してるんですよ。気密性が弱いと結局家の中の空気が外に逃げちゃうんですよ。クーラーで冷えた空気が外に逃げちゃうからすぐ熱くなっちゃう。クーラーをつけても家が冷えないっていうのは、その冷えた空気もどん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 外に出ちゃってるから、気密とか断熱性が守られてない限り外に逃げちゃうから、そんだけいっぱいつけたり消したりしなきゃいけないってことなんですよ。それで電気代がかかっちゃう。結果的に生涯で見た時に、この電気代水道代とかのところでこうお金をたくさん払ってると、長い目で見た時に高いお家を買うよりも高いお金を払ってるんですよ。これにしてもらおうか。うめんだよな、アンパンマンの髪が。じゃあ俺どれにしようかな、どれにしようかな、これ。ありがとな、ベイビー。弱い子ちゃんだから。くそじゃん。いっぱい叫んじゃったの。あ、私を背負う。いや、お釣りももらっちゃうよ。え、ありがとう。こちらこそ。ありがとう。頑張れ。ようこそ。なんていうの？これはブレンドコーヒー深みとコク。お、やめろやめろやめろ、出てまうだろ。何もいらない。飲むよ。帰ろうじゃ。まったく。おい、あ、いいんですか、こんなことして。コメント欄を終わらしましょう、皆さん。大丈夫です。ですよ。で？で？あ、分かった分かった。このさ、鍋をさ、しっかりと持ってて。分かった。しっかりとよ。しっかりと。持ってる。持ってるでしょ。頼むよ。失敗してもさ、友達出てよ。やだ。ね？出てよ。やだ。ね？
友達だよね。ひっくり返しました。うん、ね、私今んとこじゃない技術、ね、よくやったよあんたでしょう。相手をイラつかせる選手権やったじゃん、こう、うんうんうん、この顔なしでイラつかせることができたらいいんですよ。何、動き動きとか言葉とかでイラつかせたら勝ち。はい、タッチ。顔悪いやん。めっちゃ変わるやん。顔悪い。ずっと見てどのぐらいですか。うざい。いや、うざい、うざい。じゃあ、行くよ。本当にイラつかさげる。うち巨乳なんだよね。巨乳じゃないんでイラつかないんです。わあ！ねえ、キーになってるから。キッチンで騒ぐと思ってキーンってなる。そう。しかも大変なのはもう編集、うん、ね。声のボリュームが私とか、うわあとか、な、いちいち上げたり下げたりするのね。これで喋れ。これで喋れ。うん、これで喋れ。全部これ。はい、イラつきました。思わず言葉が出たぐらいイラつきました。誰がみたいな、なんで指出そうと。ほら、ハチハチ勝手にしてくれたらね。ハチパーネー。ちょっと待ってください、一緒にトイレ行っていいですか。ガチトイレ。これは気づかれてるんじゃないですかね、もうね、絶対。すごいね。やばいね。帰ってきたら、やった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 、葉っぱ一枚あればいい。やった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 、葉っぱ一枚あればいい。やったやったやった。古傷がいたんで、古傷がいたんで、古い傷が、古い傷。昔あの十字架にくくりつけられておにぎり泣きながら食べてたんで。昔十字架にくくりつけられておにぎり泣きながら食べてたから、そのじゃん。やばい、そうそう、来る感じが近くにいるみたいなので、ちょっとお出迎えをしていこうと思います。来た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 。はい、もらったカメなんですけど、はい、ちょっと恩返しさせてもらっていいですか。ちょっとなんかそういうの大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あ、全然なんか今とか結構できますよ、いろいろ。あ、台本とか大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あの、興味ないかもしれない。侵入させてもらいます。やっほー。で、原付さ、前に置いてた。除菌ね。びっくりした。なんかすごいさ、校長なんか言うよね、普通。ちょっとごめんね、除菌くれないみたいな、そんなあるかと思ったんだけど、あ、ないタイプの。そうそう、いやいや全然、逆に怖いもんね、菌とかね。うちとか特にさ、菌系じゃん。それマジで気になる。気になるやろ、みんなも気になってんのやろ。こうやって開けるで、ほら。何、あれついてるのかな。ついてなさそうな匂い。ガチついてない。あ、絶対もう発泡ミュージだもん。なんか美味しいソースついてますって書いてあったんだけど、食べてない。ちゃんとよく見て。ガチ入ってなかった。よく見て。見た。よく見て。うん。よく見て。ピース。よく見て。三角。そっから乳首。マジわかんない。TikTok の音源みたいな。あ、今作ったの。よく見て。右。よく見て。左。よく見て。前。そっから乳首。乳首。ごめんなさい。あんた、これ毎週テニス首なんだ。そんな確認させといて。チェック。これやりたいから周り確認してんだろ、誰もいないか。確かにね、これは今週の面談ではできないから、チェック首やりたいから、右も左も前も確認してんだよ。あ、そういうこと。一人でやってんのね。そう、よく見て、ね、右、よく見て、左、よく見て前、そっからチェケビチェケビ。いや、でも意味が分かんない。でも、ね、うん、ポイントとしてはチェケビチェケビって言うとやらしいやろ。もうほんまそういうエロいこと考えてるやろ、この人。チェケビ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 ぐらいの
そう、D だったら D だったら何やったのって、うん、結局D 組、D 組、そうそうそう、手首かもしれない。あ、D 組、D 組、D 組、手首でも成り立つし、手首、手首、都市伝説どっちか分かんない。そう、分からん。ピーン、わざとだ。今だからうわってやって、うん、遅かったからカットして、うん、ちょっとすぐ怒られちゃう。編集してカット。闇だ、闇見えちゃった今。びっくりした。そういえばさ、この間さ、私たちの事務所のスタッフさんにこうわってやってて、驚かされたのが女の子で、にゃって言ったんだよ。そう、とても可愛いと思って。めっちゃ可愛い、うん、だからそうなりたい、ね、うんうん。今までのドッキリを見てくれてさ、私たち驚いた時ね、イノシシかよ解き放たれたイノシシなのね、練習しよう。おお、落とした落とした落とした。ごめんごめん、一回やってみよう。いい、いいよ、ごめんごめん、うん、リアルなやつ。そう、ピャンとかはもうガチわざとらしすぎるから、リアル自分でもできそうなぐらいのやつ、うん、オッケー。いや、マジでそれな。そうそう、そんでかな子がさ、マジで時間とかでさ、付き合うとかされることないって言ってんのに、マジでなんか追いかけてたもん。ええー、それやばいじゃん、うん、やばいね、それマジで。あ、来た来た来た、かな子。いや、マジでかな子の話してたよ今。キモいからやめて。ねえねえ、アクエリちょうだい。アクエリ、あ、いいよ。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。あれ、ここにないぐらいでやんでるなと思って、うん、早すぎて何もできなかった。もう一回見ちゃってもらっていい、うんうん、じゃあアクエリ本当にちょうだい。いいよ。ガチガチガチ、それはこれ入れちゃうときやめろ、お前。カクテルですよ、ね、バカだ、バカだ。あ、入れすぎバカバカ。知るかよ、てめえのさじ加減で。な、物を言うな。うん、そうそうそう、早く整理出た。驚かせるよって言ってて驚かせる。いや、バカな。バカ。お腹痛くないです。お腹痛くない。また早めに薬飲んどきなの。確かにね。あ、あるよ。あ、持ってる。うわっ、うわ。でもさっきペタペタ言ってたからか、うち。ちょっとなんか感じた。痛め、うん。で、うわっ。でもさ、声出ないね、あんまり。でしょ、うん、でも、あ、ね、止まれ止まれ、頼む、止まってくれ、頼むよ、頼むよ、一回止まってくれよ。じゃあ、普通にうわってやるから。あ、その可愛いやつ。そうそう、ケントに驚かされたと思ったから、うん、もう目はつぶる。うわ、うわ、びっくりした、びっくりした。2回目にやらなかったね。びっくりした、びっくりした。しつけた。じゃあ、OK、お願い。アカウント前にしよう。うわ、びっくりした。おい、行かないで。びっくりした。びっくりした。やだ。